どうもこんにちは、フェリシティです。なんかついトロフィーの一覧を見てたら1時間以上寝るっていうのがあったので、しばらくこのまま寝ておきます。トロフィーの表示が出たら開始しようかな。ちなみにコントローラーから寝息の音がしてますね。細かい振動と。実時間で1時間寝てトロフィー獲得しました。起きるにはどうしたらいいの？やめるでいいの？ほわー、起きた時は伸びをしなきゃダメでしょ。会話はしません。紙袋かぶったよ。これもトロフィーなんだ。前が向けない、方向がわからない。猫が面白いのは段ボール箱の中に入れて穴から手を出してくれるとこだな。そんなのあるの？取得したんじゃないの？金庫のパスワード。数字に従いと書かれていますが、バイナリーコードのようです。0と1だけが並んでいます。この暗号をどうにかして解読しなければなりません。おそらくここの安全性に関わるような気がします。そんな難しいんですか？ザークが急激に増殖しているため、下水道への立ち入りは禁止されています。安全のためセーフゾーンから出ないようにしてください。オイル。アクセスコントロールシステム。まあこれはもうこれでいいんです。もちろんいいんですけども、どうせだったらなんか猫として歩けるならもっと綺麗なところが良かったなって感じはしますね。うちにいた猫は白黒の、尻尾の長いメスの猫だったんですけども、まあ拾ってきた、雨の日に拾ってきた猫なんですけど、2001年の8月13日、まあ忘れもしない。これが連打しなきゃダメなのか。
急にいなくなってしまったんですよね。結構まあいなくなったことはそれ初めてじゃなくて、結構いつの間にかその逃げ出して、結構半月ぐらいしてなんか戻ってきて、もうかすれた声でにゃーんって言いながら近づいてきたのとか2回ぐらいあったんですけども、その2001年8月13日にいなくなった時にはもう探しても見つからなくて、まあよくあるような猫探しのビラを作ったりとかしたんですけどね。ねえ、動物管理センターだったかな、そんなような名前のとこに電話したら、まあ、うちの近くで、まあ、割と近くで、まあ、亡くなってる猫を回収したような話をしてたので、まあ、その猫がいたという、まあ、今はないですけども、ロイヤルホストに電話をしてみたんですよね。なんか猫の模様も、動物管理センターもそのロイヤルホストも猫の模様もよくわかんない、覚えてない、どんな特徴だったかも全然もう要領を得ない、ほんと困りますね。多分交通事故かなんかにあって怪我をしてたんだと思うんですけども、なんかロイヤルホストの駐車場だかどっかにいたみたいなんですよね。まあ、それはうちから、まあ、当時のうちから、あれはどのくらい離れてるのかな。まあ、結構、600メートルくらい離れてるのかな。その場所だったんですけども。どういう模様をしてるとか、どういうタイプの猫とか、そんなことすらその動物管理センター、まあ聞いても分かんないし、そういう問い合わせが結構あると思うのに全く要領を話して、でもまあ雰囲気的にはその猫で違いないんだろうなというまあことにはなったんですけども、こっち側から行けないのかな。ここは来たことがないな。スリスリ、君には変なことばかり起こるね、リコ。村を離れる気はないよ。危険すぎるもの。その上、ガーディアンだけしかこのドア開けられないし。素敵な写真、写ってるのは嘘のものだけど素敵。嘘なの？女性っぽくないな。ザック、それをストリートに置いて次の日見たらザックが全部食べちゃってた。クレイジーだと思わない？あいつら何でも食べちゃうんだ。またアウトサイドの写真？出て行って。そんなの全部ナンセンスだ。
2001年の8月13日といえば、猫の運動会トロフィーを獲得しました。どういうことなんだ。新しいレベルに到達しました。トロフィーレベルが上がりました。どういうことなんだ。ちょうどドリームキャストのシェンムー2というソフトが発売の前で、だいたいまあこのあらましは自分で掲示板に書き込みには書いてるんですけども、猫がいなくなったところからのね、これどこですか。あ、家の中。まあ結構探す時間もあったり経過してたりして、そんなうちにシェンムー2の発売日になりましたけど、まあどうしてもちょっとプレイする気が起きなくて、楽譜8分の5を取得。どういうこと。ましてやね、そのシェンムー一生横須賀で猫を飼いたいって言って、まあ自分のね案が叶ったわけじゃないとは思いますけども、わかんないですけども、まあそういうゲームのシェンムーの2発売されて、もうなんか気持ち的に全然プレイできないんですよ。まあ楽しみにしてたゲームではあっても、カール2階の住人の新聞だよ。数年前のものだが、まだ読むところはある。アウトサイドに行きたい？まあ、グッドラック。何も起こらないといいですね。軽い感じの人だな。シェンムー2を実際にプレイしたのはいつだと思います？2003年か2004年、そのぐらいですよ。その2003年かな。まあドリームキャスト自体が生産終了を発表されたりとか、まあゲーム全体に対する、まあ、なんか情熱もなくなったし、まあこの猫のことも含めて、これ何を持ってきたの。オタマジャクシが、オタマジャクシこんなところで買わないで、見えないです。なんだって。彼ら本当にこれを消費できるのでしょうか。オリジナルデザインには消化システムは付属されてないはずです。人間の真似の進化を続けるうちに何らかの形でできるようになったとか。なんだって。私もトライしてみた方がいいでしょうか。彼らのやり方をバカにしたくないのです。新しいメモリーを発見しました。何か、これを食事として食べてるってことなの。あの人というかロボットたちは、これは何なんですか。ああ、これメモリじゃないの。浮かんでるの。メモリ漬け。メモリの何とか漬け。これ異人、イロボットですか。異人じゃなくて。招き猫動いてる。よく壊れもせず動いてたね、こんなものが。一周しちゃった。
窓から入ってきたけど下は行ってないですよね。死んでますか？1283。まあね、その2001年の時点でもなかなか続編は難しいのかなという思いはあったし、まあいつプレイしてもいいかな、まあ遅くプレイしてもいいかなという気持ちもあったので、結局そのくらいの時期になりました。メイドインフランス。まあその、この今の話をこうに話すのは初めてのことですけども、まあ人にメールで語ったことはあったかな。まあね、どこにも、どこの世界もいつの時代も、まあしょうもない人たちはいるわけで、まあ私は CMBBS に割と書き込みを多く行ってたので、多少はその界隈では有名だったのかもしれませんけど、まあ、シェンムー2のプレイしてることを書いたりしてなかったんで、まあ、当時あった陰口 BBS みたいなところに、いろいろ書かれるわけですよ。よく知らない奴らが、武徳の心得もない奴らが。ジェイコブ、見かけない顔だね。いかがいたしましょう。素敵なアウトサイドの写真ですね。モモはその神話が大好きなんで、ぜひ彼にその写真を見せてあげてください。このエリアのずっと上の方の彼に住むアパートがあります。オレンジのネオンが目印です。この人はダメなの？死んでるの？まあ、当時 CM オンラインとかも発表されてた時期なのかな。何紫色の心なんだろう。曲を変える。オンラインでフェリシティを見かけたら集団でボコってやろうぜとか、そんなしょうもない書き込みも見かけたりしましたよ。まあそんなしょうもないところ見るのも良くないですけどね。まあ人の見えないところでなんか悪口言ったところで、まあ所詮インターネットなので、どこにいても結局分かっちゃうわけですよ。まあまさしく武徳の心得も何もない奴らです。ミリー、何が欲しいの？ああ、青い空の神話。美しいコンセプトだ。にゃん。翻訳。ジェイコブ。今月のベスト従業員、9月、XX27。さっきの数字なんて書いてあったっけ。1283ね。
テディ。話したことあるんですね、じゃあ。まあ、猫はどの猫も可愛いですけども、やっぱり実際に自分で飼ってた猫が一番可愛いですよね。交流する。ゾウ、ズ、ズ、ゾウ、ゾウなのか。ゾエ。あいつらペンキのバケツももう落とさないようにしないとコスマに怒られるよ。アウトサイドに行きたい。まあグッドラック。何も起こらないといいですね。さっきの人と同じ対応じゃないか。開けられるの？爪研ぎかよ。お前が屋根でペンキのバケツで遊んでるトラブルメーカーか。コスマ、ペンキをどこかへやってくれ。ペンキだらけの階段の掃除はもううんざりだ。どういうことですか？交流する。ロジー、今日が昨日の明日だとしたら、明日は昨日の今日だよね。時間って不思議。柔らかい肌の先祖たちは年を取ったけど、我々はここで、平にここで囚われの身として生きるのだ。かわいい。本物だったらいいね。やっぱりこれね、その一番最初に選べる、自分の猫を選べるシステムにした方が良かったと思うな。何種類かから。そうすると感情移入度もさらに増したと思うのに。こっちに戻ってくるんだ。いや、このゲームやってるともう扇風機つけられないから、もう汗がだらだら流れてきます。その暑いのもあるんですけど、その暑さとともにこのしばらくやってると微妙に少しずつですけど酔い始めるような気がするんですよ。
もうぴったり。なんだって。楽譜。8分の8を入手。光るんだ。眩しい。眩しい。じゃあ本格的にあそこに向かわなきゃいけないのかな。ネオンのあるところに。フレフレって書いてるに、フヒフレって、フヒこれ、まあいいや。そんな感じの。この星は星じゃないですね。なんかこんな決まった形をしてるわけがない。これはドーム状の建物の中なのかな。あちらに向かってみます。建物の中で大体入ったのかな。まだ全部じゃないと思うけど、どうなんだろう。入った方がいいのかな。これはもちろん入った。その、これで見る限り、グランマの服屋と、物々交換マンを見たし、エリオットプログラミングは見てないと思うな。スーパースピリットランドリーってなんだろう。スーパースピリットランドリー。ここか。あ、さっきペンキがどうって言われたやつか。窓から入れなさそうなんだよな。開けてくれ。裏口からは。ダメか。あとはエリオットの。なんたら。この狭い路地は初めてな気がするな。汗が滴り落ちてくる。大丈夫、言っていいよ。ガーディアンがあれはザークじゃないって。
けてくれる？そういうわけじゃなくて？暑い。テレビ見てるんだ。面白い？ずっと山の絵だけですよ。自分の顔がテレビのくせに。お知らせ。セーフゾーンの南エントランスの監視員を募集します。報酬は1日につき10バオイル1リットルです。連絡先ガーディアン。暑いよ。わからない。にゃ、仕方がない。おや、あなたは。ちょっとごめんなさい。あなたは誰ですか？エリオットプログラミングってどれですか？エリオットプログラミング。ドアをノックして開くまで、開くのを待て。開いた。どうしたの？交流する。交流できないです。どうしました？座らなきゃダメなの？ネスター、エリオットに会いに来たの？彼ならあそこにいるよ。アウトサイド？なんで苦労してそんなとこ行くの？ここで十分じゃん。薬のような飲み物、飲み物？にゃーん。3時半か。俺リアルタイム進行なのかな？ダーツだ。ちゃん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 。まあ、トムとジェリーのアカデミー賞受賞作品のあれ、トムが指揮者の方かな。あのピアニストの方もありますけど、どっちだったかな。子供の頃からトム派です。メイドインフランス。まあ、トムのいとこがやってきて、ものすごい臆病なトムのいとこがやってきて、あのジェリーに脅かされて、溶かされるよ話があるんですけど、溶かされて、まあ最終的にはトムと一緒になってジェリーを追い出す話なんですけど、あの話が好きでね。
8分の3。翻訳。奴隷になるためにプログラムされた。しかし心を持ってから、ほら、何日なんだよ。25,4487,5556日が経過した。いつかアウトサイダーがこの地獄からの出口を見つけてくれますように。モモモモのと書いたものなんだ。25億もこんな人の遺産が残ってるわけじゃないでしょ。エリオットはどこにいるんですか。上なの。思い出す。この木は科学の脅威です。注目すべきは人間の工夫です。人間は太陽光がない世界でも木を育てる方法を見つけたのです。オーガニックライフには街の空気を浄化する木々が必要です。ロボットには必要がないのですが、彼らは育て続けています。人間たちがやりたかったことです。新しいメモリーを発見しました。階段、カーテンでやったら怒られるよ。何、引っ張られる。おお。でも猫の爪とぎは大抵やるのはあれなんですよね。この扉の戸とかのその猫がまたがってできるような感じだ。コン。これはなんだ、日記か。わからない。おや、君がエリオットかな。はい、どうかしましたか。どうしましたか。アウトサイド。なんで苦労してそんなとこ行くの。ここで十分じゃん。あれ、会話の中身が薄いんですけど。もうこんなペラペラのメモリとハードディスク、もっとこの辺の重量感は頑張ってほしかったですね。猫が歩いただけでこんなもの落ちません。ジェリーといえば、その出てくる食べ物がみんな美味しそうでね。まあチーズをはじめとしてハムとか。
まあ、直接食べてるわけじゃなかったけど、その床一面をスケートリンクみたいにして凍らせて遊ぶ話があって、まあ、その中でゼリーをスポットライトにして照らし出すのとか楽しかったですね。この PC も過去の遺物にしたら25億年も持つわけないと思うんだけど。招き猫がなぜこんなにたくさんあるんだろう。エリオットはちょっと期待外れでしたね。ガーディアン。さあ本格的にあそこへ向かうか。もう大体この部屋見たと思うんで、どうすればいいんですか。行けるような階層のところあるのかな。にゃ、屋根まで行ける。上まで行ける。パラボラアンテナだ。こんな高いところにも自動販売機あるんだ。落としちゃった。これは倒しがいがありますね。酒飲みがつ、25億円、5億人は、5億年は大げさでしたね。本当に。何やってんの？収穫物を投げてんの？あっち行きたいけど。どうしようか。一旦行ってみよう。バッポラ、気をつけて。集中しないとまたバケツを落としたくないよ。びっくりして落とすとかそういう方じゃないのかな。これで入るのかな。
どんどん高くなってるんですけど。ダメか。お、ちょっと望みが出てきた。違います。さっき下のに出たんだけどな。まあどっちでもいいや。足跡ついちゃう、足跡ついちゃう。どうしよう。交流する。コスマ、また店の軒先にお掃除する羽目になったよ。もういたずらやめろ、悪ガキめ。コスマとかよ。足跡つかない。ダメだな、もうちょっと気を配ってよ。その辺スーパースピリット、何、洗剤なの。洗剤をしとく。まあいいんですけど、だんだん猫のゲームじゃなくなってるのが正直なとこですね。この2回目のやつから。3回目？まあ今3回目のはずですけど。にゃ。潜在獲得だけが目的なのかな。物々交換できるのか見に行ってみます。エネルギードリンク缶3個。まあせっかくなんで保管しようか。あのグランマが欲しがってたし。どうぞ。1個ね。自動販売機をまた見つければ、あの上の方にあってね、屋上の方に。屋上がどこを見さ、まだあの辺の屋上とは言わないのかな。1、2、まだ2本なのか。じゃあケーブルだけとりあえず渡してきます。
ケーブルだけ渡したら今回は終了としようかな。こんにちは、おちびさん。電気ケーブルを持ってきてくれた？ポンチョを作ってあげたいからケーブルを持ってきてちょうだい。はい、ありがとうね。すぐ編み始めるわ。もうできたの？はい、どうぞ。おちびさん、お似合いよ。どうなったんだ？新しい服は気に入っていただけた？どうなったかな？にゃん。アイテムとして持ってんのかな。本庁 B12 に見せる。これは暖かそうです。冷たいロボットにぴったりです。なんだその言い分。調査する。回転。ケーブルに見えないけどな。着ることはできないのかな。またなんかどっかでアイテムとして使うってことなのかな。それじゃあちょっと上の方気になりますけど、今回はとりあえずここまでとします。ありがとうございました。失礼します。